波が来て、はい、こちらが今ちょうどカメラが振っていますが、こちらにこんな内陸まで来たわけ。まだあるんですよ、はい、この位置になります。これだって2キロぐらいあるんですか今。いや地図上で確認しますと、1キロ弱ですかね。ああそうですか、はい、ですが今これだけ入り込んでるんだね。この地点で1キロ弱ですから、もっとあるでしょ、あの、はい、先まで進んでるわけでしょ、内陸まで。そうです、さらに内陸の方まで被害は進んでいますね。今こちらがその潜跡船ですが、ちょっとじゃ、もう少し引いてみて、どの辺まであるんですか。左側が、はい、左側が内陸部になります。そうですよね、ずっと行きますね。ではこちらになりますが、どんどん引きますと、左画面今左手前が内陸部です。この辺まで津波が、はい、今こちら川が流れていますね、この川が、吉田川、あ、これは吉田川近くですかね。あ、これは駅ですかね、駅が見えます。電車の駅ですね、これね、はい、おそらく駅です。うん、こちらおそらく伸びる駅ではないかという、その先ほどお伝えしました道内駅から東に、おそらく、距離にしまして 1.5 キロほど東に位置する伸びる駅という地域では、あの駅ではないかということで、あ、今こちらは救出の方でしょうか。はい、人の姿が確認できます。そうですね、はい、警報から注意報になりましたんで、ようやくその作業ができるんではないかと、いうようなことを先ほど来お伝えしてるんでありますけれども、はい、どこから手をつけていいかわからないね、これは。そうですね、うん、ですから先ほど消防のヘリコプター、応援のヘリが飛んでいたんですが、まずはその上空から確認ということなんですが、非常にですね、低い位置で飛んでいまして、もう一体どうなっているのかを、やはりこの位置からではなかなか確認できないので、もうギリギリまで低空飛行しながら確認されて、そこからまず救助の体制を整えるのではないかというふうに思われます。あれですか、こう被災者といいましょうか、その救援を待つ人たちはあちらこちらで見受けられるんですか。はい、いえ、それがですね、先ほど今映像で私も初めて見たんですが、あの2階にいらっしゃった方いらっしゃいましたね。あの方が今日上空を飛んでて初めて救助を待つと確認、私が確認した方です。それ以外の方は、救助を待つ方はなかなか、はい、確認することはできません。まあ、逆な言い方をすれば2日間も経ってるわけですね、3日目に入ってるわけでありますけども、いまだにその救助を待たれる方がいらっしゃるってことなんだね。はい、おそらくそうだと思います。あ、こちら、あ、ここにもあるんですね。そうですね、これは救助を待たれる方でしょうか。これは伸びる小学校です。小学校ですか。伸びる小学校、はい、先ほど、脱線